第七章、恋の芽、恋の根。ですよね。男ってどうして群れるとバカばっかになるんでしょうね。なんつうかさ、幻滅するわけだぜ。ちょっと大人びててかっこいいかなって思った人がさ、クラスの男どもで群れてる時に下びた話して下品な声で笑ってるの見ちゃうとさ。確かに男同士でいる時の男の方ってすごい子供っぽいですものね。まあそれを言ったら女も同じようなもんですけど。お嬢様だって素敵だし、お年頃だし、気になる男の子がいらっしゃるんじゃないですか？恋はしてえけど、気になる男子って、なかなかな。お嬢様は、もっと恋に積極的でもいいと思うんです。余裕ぶってられるのも、今のうちですよ。友人の誰かが付き合い出した、なんてことになったら、急に世界がひっくり返りますよ。そんなわけねえじゃん。私の友達に裏切り者はいねえぜ。多分。ああ、ダメダメ。女の友情で一番信用ができないのが恋の出し抜きです。お嬢様だって素敵な人と知り合ったら絶対友人なんて裏切って付き合っちゃいますって。シャノンはどうなんだよ。私ばっかりでずるいぜ。シャノンも話せよ。私はそういう方が身近におりませんし。シャノンは裏切るなよ。彼氏作るなら一緒だぜ。な約束したもんな。ああ、シャノンちゃんみたいな子に限って案外早く一抜けしちゃうもんですよ。シャーノン、白状しろ。本当に付き合ってるやつはいないよな。なあ、いませんよ。本当です。本当に？あ、本当です。私たち恋人作るのは一緒だからね。絶対絶対だぜ。嘘ついたら針千本のーます。はい、約束します。それは嘘をついてる顔ですよ。絶対この中でシャノンちゃんが一抜けする。私にはわかるんです。奥手そうな子がいつもみんなを出し抜くんです。なんだよこの野郎。白状しろ！白状しろ！お許しください、お嬢様。くすぐったい。
男と約束なんかしちゃダメです。当てになりませんって。やっぱその辺さ、男と女で価値観ってかなり違うと思うんだよ。違います違います、全然違いますって。基本的に女の子は夢見がちで、男は何も考えてなくて適当って感じです。異性同士で心を通わせるってやっぱ無理なのかな。相当難しいと思いますね。女はすぐに相手のことが分かったような気になっちゃう悪癖がありますから、男の言う特に深い意味のない言葉にいちいち何かを感じてしまって勝手に勘違いしちゃうって結構ありますから。あー、いるいる、そういう子。はために見てどう見ても大したこと言われてないのに、一方的に彼は私に気があるとか言っちゃってる子、いる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 。女の一方的な勘違いって痛々しいですもんね。勝手に心が通じたとか思っちゃう痛い女の子にだけはなりたくねえぜ。今年もバトラ様はお帰りになられませんでしたね。そうだね、彼が来なくて寂しいかい。それはそのルドルフおじさんたちも彼の話を切り出さないし、どうやら僕たちが思ってたよりもずっとバトラ君は本気だったみたいだね。あいつ本気でもう帰ってこねえのかな。やっぱりあれは巣立ちだったんだよ。彼は新しい人生のステージに向かって羽ばたいていった。そういうことじゃないのかな。無鉄砲のはちゃめちゃなやつだったけど、ま、男ってのはそういうもんなのかもしれねえぜ。彼のことだからね、新しい生活もきっと順応して楽しく元気にやっていると思うよ。だから心配しなくていいと思うよ。バトラのことだから私たちのことなんかケロッと忘れて楽しくやってるんだろうぜ。うん、きっとそうだよ。そして僕はそれが一番だと思うな。バトラ君は自分と家族、そして亡くなったお母さんのことを考えて新しい生き方を自ら選択した。ならその新しい人生にまっすぐに生きてほしいね。後ろ宮家のことなんて忘れてしまうくらいがちょうどいいよ。
よ、シャロンちゃん、今年も別品だね。ほら、エンジェ、足元に気をつけて。やあ、シャロン。やっぱり六軒島はいいね。早く、クラウスおじさんもリゾート化すればいいのに。しなくていいわよ。もったいないわ。それもそうね。お久しぶりね、シャノンちゃん。背、ちょっと伸びたんじゃない？ありがとうございます。今年もいい天気や。こうして親族誰一人欠けることなく、元気に揃うのは実にめでたいことや。それでは皆様、お屋敷にご案内いたします。バトラ君に会ったんですか？元気にしてました？ええ、元気だったわ。先日、エンジェを連れてちょっとだけお茶をしてきたの。仕方ないわよ。バトラ君よりアスムさんのご両親の方がお怒りだったと思うもの。もうこの喧嘩はバトラ君とルドルフさん二人だけのものじゃなくなってる。じゃあバトラはそのうち帰ってくるんですか？ルドルフさんと仲直りをするけれど、後ろ宮家に帰ってくるつもりはないみたい。仕方ないわ。気持ちもわかるもの。そうだ、バトラ君とみんなも随分長く会ってないでしょ。みんなも寂しがってるだろうから、手紙を書きなさいって言って書かせてきたのよ。バトラからの手紙？へえ、あいつ何を書いたんだろう。彼の近況でも書かれてるのかな。楽しみだね。